金光大阪中学校、高等学校は、大阪二括市東上牧一丁目にある私立、中学校、高等学校。学校法人関西金光学園が経営し、中高一貫教育を実施している。普通科と特進の2つのコースを設置している。大学に進学する生徒が多い。また、サッカー部、野球部、女子バレーボール部、 吹奏楽部など全国大会レベルの成績を収めている。特進、普通科を合わせて10クラスある。1から5組が普通科、6から10組が特進科。本校は人は皆神の氏子であるという根校教の教えに基づき全ての人に与えられている個性を活かす教育の場を願うという見学の精神を掲げている。野球部は2002年の 第74回選抜高等学校野球大会2007年の第89回全国高等学校野球選手権大会2009年の第81回選抜高等学校野球大会に出場している。またサッカー部は1998年の第77回全国高等学校サッカー選手権大会2002年の 第81回全国高等学校サッカー選手権大会2009-2010年2年連続でインターハイなどに出場している。その他、吹奏楽部は2009年全国マーチングコンテスト大会で銀賞を2012年度の関西マーチングコンテストで金賞を獲得。2008年には女子バレー部が全日本バレーボール高等学校選手権大会に 出場している。ありがとうございます。